阪急阪神東方グループ、阪急阪神ホールディングス、阪神電気鉄道阪神タイガー,ース阪神タイガー,ースは日本のプロ野球球団、セントラルリーグに所属する。本拠地は兵庫県西宮市にある阪神甲子園球場。日本に現存するプロ野球12球団の中では読売ジャイアンツに次いで2番目に歴史が長い。略称は阪神。 トラ、虎と呼ばれることもある。運営法人は株式会社阪神タイガース。親会社は阪神電気鉄道。この年から2001年まで15年で10回も再開へと陥る暗黒時代を迎えることになる。さらにこの年はサンテレビボックス席が。 阪神の創立60周年を記念し阪神の60勝はいつかというクイズを出したところファンの多くはできないなどと回答して期中した年でもある。最終結果は46勝と暗黒期が始まった1987年の41勝に、次過去2番目のひどい成績に終わっている。この年で暗黒期は、一応終わり再開も、平成では2018年に、 金本智明が記録するまでない。本拠地、阪神甲子園球場で応援するファンの、様子永久欠番は、以下の3つとなる。実績、功績は、それぞれの項目を参照のこと。太字は、リーグ優勝、は、日本一1950年以降の順位の変遷。赤い丸は、日本一を示す。特に江夏のケースは、延長11回裏に、 自らサヨナラ本塁打を放って、ノーヒットノーランを達成するという名勝負となり、延長戦でのノーヒットノーラン達成は、これが、日本プロ野球で、史上唯一の記録である。なお、完全試合達成者は、球団創立から現在に至るまで一切ない。ただし参考記録として、循完全試合の記録がある。タミヤ・ケンが1950年3月16日に、 国鉄スワローズ戦で9回に島出を完全、小山正明が1956年6月6日に太陽ホエルズ戦で先頭打者に安打を許しその後の打者を完全に抑えた試合であった。1947年に沢村栄二賞が制定後、阪神では合計6人が受賞。中でも村山実が史上3人目の3回受賞し、 プロ野球最多体記録となっている。阪神の投手で複数回受賞しているのも村山のみである。また、ジーバッキーが海外出身選手として史上初の受賞をしている。球団設立当初から親会社が所有する阪神甲子園球場を使用しており、現在の日本プロ野球で本拠地となっている球場の中では最古である。 1948年のフランチャイズ制仮導入以来一貫して専用球場としており専用球場を変更していないのは阪神の他には2005年から新規参入した東北楽天ゴールデンイーグルスだけであるなおフランチャイズ制仮導入まではホームゲームを本拠地で行う習慣はなく阪神甲子園球場以外に高楽園球場 阪急西宮スタジアムなどの中から日程上都合の良い,い球場を選んで開催していた。阪神甲子園球場はもともと高校野球開催のため、またそれ以外にも多目的にスポーツ行事で使用されることを前提に作られた球場であるため、選抜高等学校野球大会と全国高等学校野球選手権大会の日程が最優先される。 特に校舎の大会の開催期間は2週間以上にわたるため、この時期の1ヶ月程度にも及ぶ長期遠征を死のロードと呼ぶようになった。ただし、昔と比べて交通機関の発達で移動時間が短くなったことや宿泊施設のグレードが上がったこと、特に1990年代以降は長期遠征中でもホットモッドフィールド、神戸や 空調完備の京セラドーム大阪といった、甲子園の近場の球場でも試合が組まれているため、それも死後になりつつある。また、プロ野球の開幕を本拠地で迎える基準は、セリーグは A クラスを確保したその年の2年後、パリーグは A クラスを確保したその年の3年後となっているため、A クラスを確保しても、本拠地開幕権を放棄するケースもある。 二軍の本拠地は、1950年代は、神戸市民運動場野球場を、1979年から1993年までは、阪神浜田球場を使っていたが、現在は、阪神鳴る浜球場を使っている。甲子園と、鳴る浜は、同じ西宮市内にあり、12球団の中でも1。 軍の本拠地と二軍の本拠地における間の距離は埼玉西部ライオンズに次いで近い。実数発表となった2005年以降、2010年までは2008年を除き毎年公式戦での年間観客動員数は300万人以上を動員し続けてきたが、2011年以降は300万人に達しておらず、おおむね260万から280万人台で推移している。 ただ、2017年は最終的に2位となるなど好調な成績であったため、10月10日の公式戦最終戦で3万人の観客を集めて7年ぶりに、年間観客動員数が300万人を超えた。主に近畿地方を中心に西日本で開催されることが特徴である。年間試合数が144試合制であった2014年までのうち、 2013年までは主催試合72試合のうち本拠地の阪神、甲子園球場で60試合、大阪ドームを含む地方開催で12試合が組まれていた。なお、阪神としては大阪ドームは地方球場の扱いとなっている。この地方開催の内訳については、京セラドーム大阪での3カード8から9試合と、倉敷マスカットスタジアムでの1試合の、 計9から10試合は毎年必ず開催されており、他に、ホットモットフィールド神戸を含む、それ以外の地方球場で毎年2から3試合が開催されていた。ただ、2014年は、京セラドーム大阪での3カード9試合と暮らしき、マスカットスタジアム1試合の計10試合のみでその他の地方球場での開催はなかった。た球団が、 地方開催を減らす中で、年間試合数が143試合制となった2015年以降も2014年と同様、主催71内市72試合のうち、地方開催を9内市10試合を行っており、現状では、試合数ベースでは、阪神がセリーグで最も地方開催を行っている。ただし、その内訳は、 京セラドーム大阪がほとんどで他に暮らしき、マスカットスタジアムが1試合のみであるため、開催する、球場数ベースで言えば巨人が、最も多い。かつては、京都市西京国総合運動公園野球場でも、毎年1から6試合を行っていたが、2005年の、対西ブライオンズ戦を最後に主催試合はない。それ以外では、1999年には、 香川県営野球場で2005.2006-2012年にはそれぞれ2試合ずつを松山坊ちゃんスタジアムで行った。2013年は沖縄セルラースタジアム那覇にて初めて公式戦2試合を開催した。この他、2014年にはアメリカで公式戦を開催する計画があったもののその後断念した。 京セラドームについては1997年の会場以来使用しているが2005から2007年の3年間は兵庫県のオリックスが大阪府の近鉄を九州合併したことによる暫定処置で兵庫県大阪府のダブルフランチャイズとなったため京セラドーム大阪を順本拠地として使うことが認められていた現在は甲子園での春 夏の高校野球の開催期間中における、開幕カードあるいはその直後の1カード3試合と、夏の長期ロードの間の2カード5から6試合の、計8から9試合の開催が基本であるが、梅雨時などにも行われたことがあった。また、2007年より3期にわたって行われた10月、以降の甲子園の改修工事の影響から、2008年には、雨天中止分の1試合が、 スカイマークスタジアムでクライマックスシリーズ第1ステージが京セラドーム大阪で開催されている。2011年は当初予定されていた試合が東日本大震災による日程延期によってその日程の補填として10月にヤクルト3連戦が京セラドームで行われた。夏季の長期遠征中は基本的にビジターでおおむね2から3カードこなしてから 京セラドームで3連戦を組むというローテーションを繰り返しとなっているが、年度によっては、9本の1週間に京セラドームで2カード5から6試合連続開催と、する場合もある。ほっともっとフィールド神戸では後日する夏の長期ロードの時に開催していた時期もあったが、当時オリックスがフランチャイズとしていた関係もあって1994年を、最後にしばらく途絶えた。 その後は、地元自治体からの要望もあり、オープン戦ながら2007年に開催が復活し、以降公式戦では2008年には、雨天中止による代替試合一試合を、2010年には二試合を、2012年には一試合を、それぞれ開催した。ただ、2013年以降は、開催がなく、同球場からは再び撤退している。夏の高校野球の開催期間中で、 甲子園が使えない期間の主催球場は1997年より、京セラドームを使っているが、それ以前は、京都市西京極総合運動公園野球場、岡山県野球場、平和大野球場、グリーンスタジアム神戸、阪急西宮スタジアムを使っていた。特に、1980年から1987年までは、甲子園が、 高校野球で使用できない期間、関西地方では、他の球団の本拠地はその球団の試合に日程が抑えられており、使用許可が下りなかったのと、それ以外の球場もナイター設備や施設スペックなどの問題で開催することが事実上難しかったため、この間2試合を平和大球場で主催しながら、ほぼ3週間関西を離れざるを得なくなる死のロードという状態になっていた。 また過去には、甲子園に、ナイター設備が導入されるまでの1953年から1955年には、大阪スタジアムでナイターを行うことがあった。その他、岩手県営野球場、郡山市営海星山の球場、県営宮城球場、藤崎大県営野球場でも試合を行っている。前述のように甲子園での、選抜高等学校野球大会の開催のため、 阪神は前々年に A クラスに入って本拠地開幕権を得ても甲子園で開幕戦を迎えられないケースが多い。選抜高等学校野球大会は毎年3月下旬から4月上旬まで甲子園で行われるが、甲子園では高校野球の開催が優先されるため、セリーグの開幕がこの時期に被ると甲子園でのプロ野球開催が不可能になってしまう。 これにより阪神は21世紀になってからは通常の公式戦日程で本拠地での公式戦開幕を12球団では唯一行っていない。選抜開幕前に開幕戦を甲子園で行った年は1956年、1964年の2回であり、逆に選抜終了後に開幕戦を甲子園で行った年は1952年、1959年。 1961年、1963年、1969年、1973年、1983年、1987年、1993年、2011年の10回である。このうち、2011年は、当初日程であれば明治神宮野球場での対、ヤクルト戦だったが、 東日本大震災の影響で開幕日が4月12日に順延されたことから甲子園での対広島戦が開幕戦となったかつては選抜開幕前もしくは終了後に甲子園で開幕戦が設定されたケースもあったが2007年のクライマックスシリーズ導入後は日程面から開幕は例年3月下旬となっており選抜終了後に 開幕する日程は設定されておらず、今後も選抜終了後に設定される可能性は少ない。なお、当年の開幕権を持ちながら、甲子園で開催できない場合の対処として、以下の4つのパターンがあった。前々異年 B クラス球団の本拠地で開幕を迎える。前年ないし前々年 A クラス球団の本拠地で開幕を迎える。 地方球場での主催ゲームで開幕を迎える。地方球場でのビジターゲームで開幕を迎える。大阪ドームの完成後は、大阪ドームを本拠地とするパシフィックリーグ球団が、当年の本拠地開幕権を持っていなければ、地元開幕を大阪ドームで迎えられるようになった。大阪ドームでの主催ゲームで開幕を迎えたのは、以下の年次が該当する。なお、 2010年と2017年は大阪ドームを本拠地とするオリックスも当年の開幕権を持っていたためセパ両リ,リーグで折衝した結果2010年はパリーグが変則日程とし2017年は阪神が開幕権を返上することで決着したプロ野球の試合数については2000年以後140試合以上と増えたことまた 選抜大会も1997年に、雨天中止が頻発したことなどから、プロ野球の日程に支障を来すこともあるため、現在はいずれも開幕時期を大幅に繰り上げている。前後、プロ野球は3月最終金曜日に制定されていることが多い。選抜は2003年以後現在の時期で開催。そのため、現在では、阪神が、 開幕戦主催権を獲得した場合は、大阪ドームでの開催が常となっている。また前々年に B クラスにより開幕戦主催権を逃した場合であっても、大阪ドーム完成後は、開幕2カード目、ないしは3カード目の、いわゆる、ホーム開幕シリーズを、同球場での開催に割り当てることが多い。現在使用している、キャンプ地下湖に使用されていた。 キャンプ地プロ野球最初の公式リーグ戦の1936年春から現在まで戦争による中断を除いた前、公式シーズンに参加し、かつ創立当時から親会社が変わっていないのはタイガースのみである。同様の球団は他に読売ジャイアンツがあるが、アメリカ合衆国遠征のために1936年春のシーズンを欠場している。タイガースのように、 非常に長い期間経営母体が変わらずに存続するプロ野球チームは世界的にも極めて少ない。また、ユニフォームや球団シンボルロゴなどのデザインについても球団創設時より大幅な変更がなされないまま現在に受け継がれている。いくつかの特有の伝統行事も持つ。代表的なものとしてタイガースが全選手、監督、コーチを揃えて 毎年キャンプイン前の1月に広田神社に参拝する行事は球団創立時からの伝統である。また、現在では開幕前の3月に西宮神社に参拝することも伝統行事となっている。その一方で2005年創設の東北楽天ゴールデンイーグルスと並び、いまだに日本一となった回数は最小体の球団である。また、 1985年の日本一においては、日本シリーズ MVP を獲得したのは、ランディバースであり、セパ12球団では唯一日本人選手の日本シリーズ MVP 獲得者がいない球団でもある。ニックネームのタイガースは、阪神電鉄社員の公募によって決定した。この際、何人かがタイガースという名称を応募したが、抽選の結果、 事業家所属の松原三郎が公安者として認定された。大阪と同様に工業都市であったアメリカ合衆国のデトロイトを本拠地とするデトロイトタイガースを参考にして松原がこの名称を応募したとされているが、デトロイトタイガースとは無関係にタイガースというニックネームを考えた者も,も多数いたと言われている。その後、 タイガースの名は戦争中で英語が使えず、阪神軍を称していた時期を除き、一貫して使われてきた。ちなみに、タイガースとの表記の方が、タイガースの本来の発音により、近いが、このタイガースは日本語の固有名詞であるため、タイガースとするのは、誤りとなる。球団名の、阪神は、親会社が、阪神電鉄であることと、本拠地である甲子園球場が、 兵庫県南東部の神戸市と大阪府に挟まれた阪神間に位置していることのダブルミーニングからなる。設立当初は、球団事務所を大阪市に置いたことから、大阪タイガースという球団名であったが、球団事務所を甲子園球場内に移転したことに前後して1961年より、阪神タイガースを正式名称とした。ただし、解消以前から略称として、 阪神が通称として阪神タイガースが使われていたほか、1950年に創設した2軍チームが1954年の新日本リーグ加入に際してチーム名を独自に阪神ジャガーズとしており、ウエスタンリーグ加入後の1957年からは1軍に先んじて阪神タイガースを正式名称としていた。略称について英字での略称は T。 漢字の場合は、神が用いられる。本来の頭文字、坂が用いられないのは、同じく頭文字が、坂となる。阪急ブレイブスとの重複を避けるためであったが、阪急が球団を手放し、球団名を改めた後も、神を継続している。阪神タイガースは、現在セリーグでは唯一近畿地方に、本拠地を置く球団であり、関西圏において圧倒的な人気を誇る。 スポーツ新聞各紙の関西版ではもっぱら、タイガース関連の記事が一面を飾り、一面以外のページに至るまで大きく扱われることも多く、在阪局制作のテレビラジオ番組では、情報番組内でのスポーツコーナーはタイガースについての情報が多くを占め、プロ野球中継でもタイガース応援職を打ち出している。1985年10月16日に、 関西テレビが中継した、阪神が21年ぶりの優勝を決めた、対ヤクルトスワローズ戦は、関西地区で、視聴率56.7%を記録。これは、関西地区におけるプロ野球中継の最高視聴率、記録である。しかし、その人気は、初めから、不動のものというわけではなかった。球団下の正式名称は、阪神タイガースの歌であるが、 歌詞の冒頭をとって、六甲おろしの愛称で親しまれている。1936年に大阪タイガースの歌の表題で発表され、1961年の球団面変更とともに開題された。1936年3月25日に甲子園ホテルで開催された球団結成披露宴で初披露された。 現存する NPB12 球団の球団家においては最古の楽曲である。タイガースはデザインに関して歴史的に一貫したスタイルを持っている球団であり、球団期に始まり各種ロゴやマーク、ユニフォームに至るまで球団創設当初にデザインされた基本型を現在も守り続けている。プロ野球の球団がデザインについて、 このような一貫性を保持していることは珍しく、特に日本球界ではタイガースのみである。これらのデザインを手掛けたのは当時阪神電気鉄道の宣伝科デザイン室に勤務していた企業内デザイナー、早川玄一。阪神球団には本人の手によると思われるデザインの原画が数点残っている。球団機やホーム用ユニフォームの胸などに描かれる。 タイガーズロゴの書体は1960年に細部が調整されたのみで創設以来一貫して変更せずに使用されている。このタイガーズロゴは阪神ロゴと合わせて1962年6月15日に商標登録されており1982年にはさらに調整が加えられた上で登録されている。また、妙長からだを模した日本語表記の 阪神タイガースロゴについても1983年に登録されている。ユニフォームにあしらわれた逆向きのトラマークペットマークは、右を向いて方向するトラをやや下から見上げた構図で描いた似顔絵で、通称、トラマークと呼ばれる。球団創設時より変わらず使用されていることから、日本球界を代表するペットマークとされる。なお、 ユニフォームの左袖にあしらわれているトラマークは顔が左向きとなっている。チーム創設メンバー若林忠だのマッキンレイハイスクールでの同窓生、星名進が同校のマスコットを元に描いた原画が若林を通して早川に渡り、その後早川の手によって仕上げられ、マークが完成したとされる。具体的な誕生時期については詳細不明だが、 1936年のシーズン前に公開された球団創設記念ポスターや1936年3月25日の球団結成披露宴での球団化披露に際して配布された歌詞カードにトラマークがデザインされていた1970年代後半頃に目の形や毛並み表現など細部が整えられた1980年代前半頃から トラマークが入った赤円を黒の輪で囲み、輪の上部にアーチ状で、半身、下部に逆アーチ状で、タイガーズの白地ロゴを入れたマークも使用されており、出版物や映像作品などで使われている。球団機は黒と木の横ストライプ柄をベースに、左上角にトラマークが入った赤円、一番下のキラインの右アドり基部に黒地で、半身タイガーズのロゴがそれぞれ配されている。 トラマークのデザイン、ロゴの有無など時期によって細部がわずかに異なるものの、トラマークに黒と木の横ストライプ柄という基本デザインは球団創設時より一度も変更されていない。タイガースのユニフォームは一部の期間を除いて球団創設当初から現在に至るまでピンストライプに左袖のトラマーク、タイガーズロゴというデザインパターンが採用されている。 ユニフォームの最大の特徴であるピンストライプは虎のイメージから縦縞とも呼ばれ縦縞ユニフォームはタイガースの代名詞となっている創設当初は薄いグレー色のピンストライプであったがマイナーチェンジを経て徐々に色は濃く線も太いものとなり現在では一般的なピンストライプとは一線を隠す縦縞としてのデザインが確立されているなお 縦島のデザインを採用した理由は諸説あるが当時のデトロイトタイガースのユニフォームデザインを参考にしたとする説が有力とされるユニフォームの編成限定専用ユニフォームセッパ交流戦2005年セッパ交流戦が新たに開催されるにあたり期間中に着用する専用ユニフォームが作成されたこれは2005年が 球団創立70周年という記念年にあたること。また、綱島綾友が1999年から2004年まで、週刊ベースボールで連載していたコラム、ユニフォーム物語にて、歴代のユニフォームが紹介され、それによって、オールドユニフォームを着て戦う選手の姿が見てみたい、というファンの声が高まったこと。さらに、岡田秋信監督の交流戦では、 普段見られないものを見せるべきだという考えが一致したことによる。これを機として、復刻ユニフォーム企画は他球団へも波及していった。なお、選手が借用した専用ユニフォームは、毎年交流戦終了後に行われる、チャリティーオークションで落札者にプレゼントされ、その収益金は、福祉団体などに寄付されることになっている。2012年以降、 交流戦専用ユニフォームの企画は行われていないものの限定専用ユニフォーム企画はその他様々なイベントに継承されているグレートセントラル2010年2012年にセントラルリーグ主催で行われた期間限定プロジェクトセリーグ6球団がそれぞれ歴代のユニフォームの中から選んだものを復刻ユニフォームとして着用した ウルトラの夏2013年より、夏、イベントとして開催。毎年、ウルトラの夏と銘打たれ、期間中の阪神主催試合では、期間限定ユニフォームが使用される。また、イベント開始前に、ユニフォームのお披露目として、ゴールデンウィーク期間にも着用する。伝統の一戦、ザクラシックシリーズ2016年から始まった、阪神、巨人による、 相互展開プロジェクト。詳細は、伝統の一戦、ザクラシックシリーズの項を参照。球団マスコットは次の3体である。詳しくは、それぞれの項目を参照。共に、チーム名、タイガースにちなんで虎をモチーフとしている。公式の球団歌はこの、タイガースの歌のみであるが、その他に、球団応援歌も、多数ある。タイガースの中心選手に、 ファンが与える称号である。本来は、藤村文夫に対する故障であったが、藤村の引退後に、村山実、田淵光一、掛布正幸らが後継者として、同様の称号で呼ばれた。タイガース打線の代名詞。タイガースの打線が、特に強力である場合に、メディア上などで使用される。過去に1940年代後半。 1985年、2003年、頃、ろ、2010年に、ダイナマイト打線が形成された。1985年4月17日の、対巨人戦において、タイガースのクリーンアップが3者連続で、バックスクリーン方向へ、本塁打を打った出来事。伝説のマイナスと呼ばれることもあり、タイガース史上のみならず日本プロ野球史上に残る、名シーンとして取り扱われる。 代打の切り札として試合展開を左右する局面で勝負強さを発揮するタイガースの選手はファンの間やメディア上などにおいて代打の神様と表現されることがある。1990年代中頃より代打の切り札として活躍し1997年には代打成功率4割超を記録するなどした八木博氏が代打の神様と呼ばれたことに始まりその後 檜山ま次郎、関本健太郎、加野圭介など、代打の切り札に定着した選手に、代打の神様の称号が受け継がれている。なお、ヤギの活躍以前にも、複数年にわたり、代打として活躍した選手は、複数存在しており、遠い五郎、川藤幸造、前海明信きなどが挙げられる。主にメディアなどで、対読売ジャイアンツ戦を、 伝統の一線と表現されることがある。2016年からは、巨人との共同プロジェクトとして、同カードを、伝統の一線ザクラシックシリーズと名打ち相互展開を図っている。伝統の一線にまつわる、エピソード1936年春、設立したばかりのタイガースは在籍していた、選手17名の背番号を、名前の色派順で決めた。 ただし、若林ただしと、佐藤武雄は、当初与えられた背番号4と、背番号13は、演技が悪いと考え、き番号だった18、19にそれぞれ変更している。エースの若林が偶然つけた18番は、後にエースナンバーと呼ばれるようになった。1950年、リーグが分裂し、ファームの結成などの改革を行ったタイガースは、背番号を、 ポジション別に改めた。1から8が、投手、9から11が、監督、助監督、主将、12から14が、保守、15から20が内野手、21から24が、外野手、それ以降、ファームの選手とした。9から11が保守に使われていないのは、1リーグ時代からの功労者である、背番号9の松木健次郎と、 背番号10の藤村文夫の番号を変えないように配慮したためである。こうした一連の経緯から他球団では投手の着用例が少ない1以外の一桁の背番号を投手が着用した例やその逆にエースナンバーとして扱われることが多く投手以外の着用例が少ない18などを野手が着用する例が散見されていた。村山実は入団した際に 背番号11はやめておけと、周囲から言われたというエピソードがある。村山以前に11をつけた選手は、故障を含めて何らかの形で必ず不幸な目に遭い、11は、不吉な番号と言われていたからである。11を最初につけたのは、藤井勇。藤井は、戦前のチームの中心打者だったが二度徴収され、戦後はパシフィックに移籍したために、 タイガースへ復帰できずに野球人生を終えた。二代目の野崎大一は満足な成績を残せないところに肩痛が襲い、最後の年に3へ変更。三代目の三園尾高雄は15から変更したが、前年より優れなかった体調が、さらに悪化したため翌年15に戻している。四代目の三船正俊はエースとして期待されていたが、炎上癖が、アダとなって、 東映フライヤーズにトレード移籍。五代目の山中正弘は五十から変更した途端に体力不足に見舞われて退団。六代目の内塚さ正宏も四十から変更した途端に退団している。このような背景から、十一番の歴任者で、かつ村山の大学の先輩にあたる五園生は背番号十五を譲るから絶対に十一はつけるなと説得したが、 村山は自分は昭和11年生まれなのであくまでも11にこだわりたいんですとガンとして跳ねつけたという。結果的に自身の活躍でジンクスを跳ねのけた村山は自らの手で背番号11を永久欠番にした。1946年7月26日のタイパシフィック戦では 13時15分の開始から14時10分の終了まで試合時間がわずか55分という日本プロ野球史上最短試合時間記録を達成した。この試合では渡辺聖太郎が5安打88球で完封勝ちしパシフィック先発の湯浅香る昭も7安打93球で完投したが両軍合わせてファウルが6球しかなかったことが この記録につながった。逆に、1992年9月11日に行われた優勝をかけての直接対決となった、対ヤクルト戦では、日本プロ野球史上最長の6時間26分という試合時間を記録した。この試合では3から3の同点で迎えた9回裏、ヤギヒロシの打球が、レフトフェンスの水平ラバー部、 その上の金網フェンスへと当たりスタンドに入ったため一旦はサヨナラ本塁だと判定されたがヤクルト側の抗議により審判団が協議した結果エンタイトルツーベースに訂正されただが阪神側もこの判定に抗議して37分間試合が中断した結局延長15回を戦いそのまま3から3で引き分けたなお サンテレビがこの試合の中継を試合終了まで言っており、試合終了時刻となった午前0時26分は日本プロ野球史上最も遅い試合終了時刻となった。当時日本にて視聴率調査を行っていたニールル戦によると、試合当日の平均視聴率は28.0%、瞬間最高視聴率は50.0%を記録した。また、 試合が中断したことで、サンテレビの技術スタッフが熱くなりすぎて、中継時に掲示する、ボールカウント表示器のスイッチを壊してしまい、その後は、試合終了まで手動に切り替えてしのいだという、エピソードも残っている。2018年9月20日に行われた、対広島21回戦では、試合終了が、翌21日の深夜0時3分であった。過去、 二日がかりの試合としては、上記のプロ野球史上最長試合も含めて13度あったが、いずれも延長戦にもつれたものであり、9回で決着がついた試合としては、史上最も遅い試合終了時刻となった。当日は、試合開始前から雨模様で、試合開始が1時間9分遅れの19時9分となっただけでなく、2回裏終了時に、 雨足が強くなり1時間2分中断し、さらに5回裏終了後も同様に12分中断したことで、試合時間としては、中断時間も含めて4時間54分であったが、試合終了時点では日付が変わっていた。中止ないし、ノーゲームにしてもおかしくない状況であったが、当年の阪神タイガースは前半から中盤にかけて中止が、 あいぎ試合消化のペースが例年より遅く、これ以上の中止は、全日程消化させる上で、さらなるスケジュールのタイト化が懸念されたため、強行したという事情がある。なお、当年のセリーグは8月28日から、連盟管理説に入っており、試合挙行の可否や試合開始の時刻の変更などを、セリーグ統括、または、当該試合の休止が代行することになっていた。 偵察メンバーを多用した監督としては、三原治が有名だが、プロ野球で初めて考案したのは、藤村文夫で助監督兼内野手だった藤村の助言を受け松木健二郎監督が初めて試合で使用した。1950年4月22日に熊本の水前寺で行われた対中日ドラゴンズ戦で中日の先発が、 左腕の清水秀岡右腕の服部トリつぐひろか迷ったため一番左翼手を投手の星葉和夫とした。服部の先発が分かると星葉に変えて左打者の金田正康を送った。この策は成功し金田の二塁打を足がかりに阪神が一点を先制したが試合は7から9で敗れた。1954年7月25日の対 中日ドラゴンズ戦と1967年9月23日の対太陽ホエールズ戦で行われている。いずれも阪神の負け試合となっている。村上義明率いる投資会社 MAC アセットマネージメントが2005年に阪神電鉄の株式を買い増しし、電鉄の筆頭株主になった。村上ファンド側は規制権力に立ち向かう。 反骨精神や関西人の気骨がグループ全体に影響をもたらすだろうとしてタイガースの株式上場を提案。これに星野セムイチシニアディレクターはタイガースはファンのものだと反論し、さらに牧田俊博球団社長も株式上場の計画はないとコメント。2005年10月11日に村上と阪神、電鉄首脳が会談を行い、村上は ファンの意見を聞いた上で考慮したいとコメントした。2006年6月19日、阪急電鉄等を参加に持つ阪急ホールディングスが TOB で村上ファンドが保有する阪神電鉄株式を取得。その後、阪急ホールディングスは阪神電鉄を子会社化した。経営統合の話し合いの中でタイガースに関しては、 阪神タイガースのままで存続することになったものの、これが7月5日に行われた、プロ野球オーナー会議で、阪神電鉄から阪急阪神ホールディングスに、経営スポンサーが変更される、経営上都とみなされ、阪急阪神ホールディングスは加盟料30億円の支払いを課されることとなった。しかしこの決定には十分な論議がなされておらず、阪神側は、 阪急阪神ホールディングスとしては球団に関わらないことになったことを主張し、この対応を不服として再検討を要求した。この主張はほぼ認められ、同年末に加入手数料として1億円のみの支払いとなることが決定された。このほかかつては株主優待として、阪神電鉄の株式を9月30日時点で5000株以上、 保有する株主に対して、翌年度の阪神甲子園球場でのタイガース、主催試合のうち1試合2名を内野席に無料招待していたが、経営統合による阪神電鉄の上場廃止でこの無料招待も廃止された。2020年、新型コロナウイルスの世界的流行により、日本政府からの緊急事態宣言が4から5月にかけて発出され、 プロ野球もシーズンの開幕が延期となるなど大きな打撃を受ける。そんな中、3月26日にプロ野球開発の新型コロナウイルス感染者として藤波新太郎の陽性が判明し、翌日にもさらに2選手の感染が判明。彼らの感染経路は不明ながら、感染が確認されなかった他の4選手とともに、 球団外の人物らと不特定多数で、大阪市内の知人宅で会食しており、同席していた20代女性2人も感染したことから、来たるべき開幕に向けて、感染対策の徹底を図りたい。球界関係者のみならず、日本国民全体が外出の自粛や、3密回避など多くの制約を求められる、社会情勢の中での軽率な行動に、多くの批判が集まった。 球団は一時活動停止となり、感染した選手が、対中日二軍戦に出場していた名古屋球場は、消毒を行うなどた球団にも影響が波及する、事態となった。また、9月25日に二軍にて、浜地松美の感染が確認され、直後の PCR 検査で、キャプテンの糸原健虎一軍四選手とスタッフ二人の、感染が判明。同日、 感染した4選手と保健所から濃厚接触者として認定された2選手、球団独自の濃厚接触者扱いとなった4選手の計10選手が出場選手登録を外れ、2軍から緊急昇格した9選手と合わせて19選手が出場選手登録を入れ替わる事態となり、同日開催予定だった2軍の対中日戦は中止となった。10選手や ハマチラの行動経路から、同月19日に、名古屋にて、糸原やチーム最年長の福留孝介らによる8人での会食と、同日に別の場所で、ハマチラ中継投手4人による会食をそれぞれ行っていたことが発覚した。感染対策として、遠征時の外食を全面的に禁止としている、球団もある中、阪神は、選手の息抜きの必要性を考慮して、 名古屋、広島での遠征時に設けた指定日に限り、4人まで、同ポジションは、極力控えるなどの条件付きで外食を許可していたが、彼らの行動はこの内気に反していたことから、多くの批判が集まった。球団の10月11日に、該当の選手らに制裁金を課す処分を発表した。これらに関し、2度にわたり、選手らの不要意な行動から感染者を出してしまった。 球団も、その管理体制の甘さを問われるところとなり、半球半神ホールディングスの住み数を、代表取締役会長グループ CEO も10月7日の、産経スポーツなどの取材に対して、球団の管理責任と、けじめが、必要と身体問題を示唆する発言をした。一連の流れを対し、10月9日に上げしを検事球団社長が、 混乱を招いた最終的な責任は私にあります。として、同年シーズン限りで辞任することを発表。その上で、以後は、遠征先での外食を一切禁止にするなどの、感染防止対策を徹底する考えを示した。詳しくは、カーネル・サンダースの呪いを、参照球団オフィシャルスポンサーは、タイガースの球団経営の趣旨に賛同する企業。 公益法人などの各種団体を対象として、球団と各団体が相互に成長していくことを目指すとしており、それらを象徴するシンボルとして、共産スポンサー団体と球団のそれぞれのロゴマークが並列して描かれた、球団公認コンポジットロゴマークを広告やホームページなどに掲出できる。2013年、上、新電機株式会社と、 水の株式会社の2社が球団史上初となる球団オフィシャルスポンサーとして正式に締結された。その後、2014年度からは株式会社ローソン、2018年度からはアサヒビール株式会社、2021年には au 自分銀行株式会社がそれぞれ加入している。セリーグでは各球団の申し合わせにより、2002年から ホーム用ユニフォームに限定して、スポンサー広告を掲載できるようになった。なお、2002年に掲出していた足長育英会のマークは、スポンサー契約等によるものではなく球団が、ボランティアで掲出していたものである。主催ゲームの制作放送を行う無料 BS、放送メディアテレビ番組ラジオ番組雑誌、書籍、動画あり、猛虎復活を。 天がさの商店街で、日本一早いマジック店頭、産経ニュース2019年3月27日。ありがとうございます。